プラス思考はどこまでもアゲンアゲンです。電気代の値上がりやばいですよ、マジで。皆さん、もうこれは別にね、値上がりしたからといって電力会社は儲けが増えるわけじゃないんですよ。仕入れする代金が、あの石炭とか石油が高くなってるから、まあ、値上がりせざるを得ないということで、まあ、過去にも赤字をねすごい叩き出してしまって、でこの値上がりを国の方に申請して、なんとか通って全電力会社、北海道電力から沖縄電力まで、値上がりの発表されたと思うんですけど、沖縄に僕住んでるんですけどね、もう 33.3%、 ああなんか 33% 上がんのかってね、なんとなく思ってたんですけど、具体的に僕計算したんですよ。これはもう分かりやすく言うと、1万2000円払ってた人がなんとですよ、1万8000円ぐらいきます。その根拠を、今回はちょっと細かく紐解いていって、なぜ1万2000円払ってたのが1万8000円になるのかっていうのを、分析していきたいなと思いますので、最後までご視聴よろしくお願いします。で最後にね、高い電気代の対策っていうのがありますので、賢く上手に自己防衛するための方法っていうのも、長年ね、電気代のシミュレーションをやってきた、ライフプランナーのエココミ沖縄のアゲンアゲンが、ご紹介させていただきますので、最後までご視聴よろしくお願いします。ではスタート。はい、まずは、だいたい一般ご家庭での平均400kWh 月平均使ってるお家が多いと言われているので、その400キロ、まあ明細に載ってます、今月何百何十何キロ使ったから電気代いくらですよっていうのは来てると思うんですけど、400キロ使った場合、どのぐらいの請求になるかっていうのを計算式お伝えしたいなと思いますので、こちらを見ていただきたいんですが、実は去年値上がりもすでに2023年の6月、1日から値上がりしてます。でその値上がりする前は、2023年の5月31日まで、値上がりする前の料金設定、これ重量電灯契約っていうお家のオール電化以外のお家の契約の電気代なんですが、初めての 10kWh までが 442.18 円っていう形です。で 10kW から 120kW までは 26.93 円です。で 120kW から 300kW までが 32.47 円、 300kW 超えた部分は 34.45 円で、段階を踏んでいって使えば使うほど単価が上がっていくっていうのが、この累進みたいな形でね、使う量が多ければ多いほど、まあ大切な資源を使ってるわけなんで、普通の買い物はね、たくさん牛乳パック 1パック買うのと10パック買うんやったら10パック買ってるからちょっとお得にしときますねっていうのが買い物の常だと思うんですけど、電気代に関しては資源を使ってるんで、使う量が多ければ多いほど高い単価で計算されるという料金設定になっております。でこの値上がり、去年のね5月31日までに、値上がりする前の単価でこれです。で1段階目は、10kWh までが 442.18 円なんで、この赤いところに書いてるのが、442.18 円、まあ基本料金みたいなもんですわね。で1番目、1段階目が、26.93 円を、10から120までなんで 110kWh ですよね、この1段階目なので、その 110×26.93 円で計算すると、2962.3円になりますよと。で120から300までが、どういう計算かというと、300-120で計算して、180kWh 180×32.47円で計算したら、5844.6円で、
300キロ超えた部分に関して、で今回は400キロを例で挙げてますので、300キロ超えた部分は100キロ超えてると、あ、100キロワットアワーですよと、400まで使ったんであれば、でその100×34.45円なんで、3445円という形で、なので最初の基本料金と、基本料金ではないですけど、10キロまでの金額と1段階目、2段階目、3段階目の金額を足したら 12,694 円、まあ、400キロワットアワー使うと 12,694 円ぐらいの電気代になっていると。でもっと細かく言うと、ここから、プラス燃料調整費が加算されたり、再エネ賦課金っていうのが加算されたり、ですね。燃料調整費っていうのは、原油の上がり下がりを、上がりすぎてたらプラスされたり、マイナスされ、原油が安かったらマイナスしてくれたりっていうのが燃料調整費です。ガソリンスタンドみたいに毎日単価を上げたり下げたり電力会社はできないので、月に1回燃料代の調整をさせてくださいねっていうのが燃料調整費。で、再エネ賦課金っていうのは再生可能エネルギー、太陽光発電、風力発電、地熱発電とか、そういった自然エネルギーを普及させていくにあたって、まあ、お金を徴収するという形ですね。まあ、自然エネルギーの電気もあなたのお家には流れてますよと。風力発電の環境に優しいエネルギーとか、太陽光発電のエネルギーもあなたのお家に流れてますよ。火力発電の電気だけじゃないですよということで、再エネ賦課金っていうのも加算されて、この 12,694 円にマイナスされたりプラスされたりされて、まあ、電気代っていうのが計算されてるとっていう形なんですよ。これ電気代ってね、こういう計算されてるの知らない方多いと思うんですけど、それがね、値上がりした単価、次いきますよ。6月の1日からこちらになるんですよ。640円、最初 640.75 円、1段階目なんと単価が 40.07 円になったんですね。10から120kWh まで、で120から300kmまで 45.61 円、300キロ超えた部分は 47.59 円、それを先ほどと同じように計算していくと、640円足す、4808円足す、8209円足す、4759円、同じ400kWh 使っているのにもかかわらず、生活スタイルが変わってないのにもかかわらず、12000何菓子だったのが18416円となると。で、実は政府から、今年のね、5月、2024年の5月まで補助金が降りてます。 3.5 円、 1kWh 3.5 円なんで、まあトータル 400kg×3.5 円なんで1400円ぐらい補助されると。で 3.5 円の補助に今なってるんですけど、前は7円補助されてたんで、 1kWh だから2400円ぐらい補助されてたんですよ。で、次は補助が今年は 3.5 円5月までなんで、まあ、補助も少なくなったと。だからこの 18,000 何菓子の計算から1400円ぐらいは安くはしてくれるんですが、これどうですか。たかだか知れてるでしょう、補助金。ものすごい値上がりしてるんですよ。これをね、皆さん全然把握されてない方が多いんで、やばいですよと。月電気代だけ、皆さん電気代だけじゃないですよね。ガス代とか、石油代とか、水道代とか、いろいろ光熱費って払うじゃないですか。あと通信費、電話代とか Wi-Fi 代とか、その毎月の固定費ですよね。この固定費が電気代だけでこうやって計算しても6000円上がると。給料月に6000上げるのに、どんだけ必死のパッチのパチクリパンチで皆さん稼いでるかわかんないですけど、5、6000円上がるってやばくないですか。で、買い物行って食料買いに行ったらって言って、まあ、こういう値上がりがもう来てるわけですよ。もう1000円の価値がどんどん同じ1000円
20年前の1000円の価値と20年後の今の1000円の価値ってもう全然違うわけですよね。っていう形で、まあ給料をね、どん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 上げていかないといけないっていう時代にはなってるんですけども、なかなか給料って20年30年上がってない時代なんで、日本はね。ね、これで出費の方ばっかりが増えていくっていう時代、そこで自己防衛っていうのを僕今回ね、見ていただいた方に、勉強熱心なあなたに、お伝えできたらなと思って、配信させていただいてます。でね、すごいでしょ、値上がりやばいんですよ。ということで、引き続きね、ちょっとどういう対策を取っていったらいいかっていうのも、紐解いていけたらなと思いますので、最後までお付き合いください。転ばぬ先の杖はもう間違いなくやっといた方がいい。これは本当に身を守る、あなたの未来を助ける情報になると思います。同じ400kWh 使っているのにもかかわらず、生活スタイルが変わってないのにもかかわらず、1万2000何菓子だったのが1万8416円となると。節約マンがあなたのお家を助けたい。次回必ず見てや。